いらっしゃいませ。このワンピースのシミ取れませんか？急ぎなんです。いつまでに？今日このワンピースを着なきゃいけなくて、できるだけ早く。やっぱり無理ですよね。やっぱり大丈夫です。いや、この世に真っ白にならないものはありません。時間やってるんですか？ええ、僕一人で切り盛りしています。はあ、もう一人で。魔法ですよ。僕はね、魔法にかけられたんです。あ、今ヤバいおじさんの店に入っちゃったと思ったでしょ。コーヒー入れてください。え？本来なら僕にとってこの時間はゆっくりとコーヒーをいただく時間なんです。上に入れるんです。上にゆっくりお願いします。しかし、そんなに急いであの服を着たいって何かあったんですか？それは…あ、言いたくなかったら無理しなくても。知らない人だから言えることもあるかなと思って。それに言われても、実はおじさんは何の役にも立たないんですよ。僕の気持ちは変わらないけど、花の気持ちを尊重したい。もしもこの手紙を読んで僕のところへ来てくれる決心がついたなら、あのワンピースを着てプラハに来てほしい。初めてのデートで買ってもらったものなんです。アンティークショップで。でもシミがあって、だからそこの店員さんが1000円でいいよって。結婚なんて私には早すぎるし、プラハに行っても友達もいない、親とも離れて、仕事も見つかるかわからない。でも彼のことが嫌いなわけじゃないし、行かない理由が欲しかったのかもしれません。本当は友達や仕事じゃないでしょう、不安な理由。そんなこと、バカみたいな悩みですよ。悩みは大抵バカみたいなことです。自信がないんです。これから先ずっと何年も何十年も同じ人を好きでいられるのか、それよりも相手からずっと好きでいてもらえるのか。仕事より勉強よりずっと同じ人を好きでいられる方が難しいんじゃないかって思ったら、なんだかどうしたらいいのか分からなくなって。それで僕のところに駆け込んできたと。
ええ、だからあのワンピースのシミが取れたらプラハに行く、取れなかったら行かないことにしたんです。人生の重大な局面を僕に委ねるのやめてもらっていいですか？ずっと同じ人を好きでいられるのなんてあり得るんですかね。さあどうでしょう。でも大丈夫ですよ。僕なんてもう80年くらいある人のことを思っていますから。何ですかそれ、説得力ないな。コーヒー美味しいですか？美味しくないです。教え方が悪いんです。でもあなたに一番最初にコーヒーの入れ方を教えたのは僕ということになるんだよな。僕はもうそれで十分だ。どうしようか一瞬迷ったけれど。ちょっと何言ってるか分かりません。いいんです分からなくて。さてと最後の仕上げだ。嘘、どうして？今までどのお店に持ってってもダメだったのに。実はね、魔法を使ったんですよね。これを着て彼に会いに行ってください。きっと喜びます。ただそんな顔ではいけませんね。これ何ですか？魔法の粉です。花さん、この先何を選んでも後悔がないなんてことはありません。でもこれで良かったと思えるいい後悔をしてください。はい。プラハの夕日ってね、すごく綺麗なんだそうですよ。僕は見たことないんですけれども。写真送りますよ。あのメルアドとかフィルムで撮った写真がいいな。僕はアナログな人間なので。なぜ旦那様のお洋服を一度も出されたことがないんですか？いけません。僕はあなたに囚われたいんです。魔法が解けるあいつは雪が降ること。